まだ平和、今のところは。優しい船長やな。風強きた。美咲ちゃんやば、引っ張ってる。ほらこれも、これもチケット読んどいてよかった。フィールドテスターの山口美咲です。今日は大分県の鶴見にやってまいりました。磯に渡って、グレを狙いたいと思います。で、まあ、私ちょっとこの鶴見の磯って初めてなので、今日は地元の大分県在住の有力な助っ人をお呼びしました。お願いします。おはようございます。おはようございま す。大分県在住のオーナーバリスタッフ大津です。よろしくお願いします。お願いします。大津さん、鶴見の磯って最近状況とかどうなんですか？昨日も釣れてるみたいなんで、お45センチぐらいのが、結構そうなんですか、いいと思いますよ今。おじゃあ期待できるっていうことかなですね。ちょっと風が強いですけどね、まあ、ちょっと天気が良くないですね。まあまあこればっかりは仕方ないんで、そうですね、まあ、その中でもグレが釣れたらいいですね。今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、風が強い、やっぱり風強い、吹くな。うん、吹いてます。あ、広い。優しい船長やな。さあ、ポイントに到着しました。この磯は何ていう磯ですか？宇土島の軍艦というところになります。宇土島の軍艦。本当だったらね、沖の方に今日は行きたかったんですけど、まあ、ちょっと風がかなり強くて、うん、ね、ここは湾内なんですよね。湾内エリアになりますね。どういった特徴がある磯なんですか？まあ、比較的ちっちゃいグレから大きいグレまでを打って、うん、煙突釣り場みたいな。煙突釣り場結構こう浅いですよね。浅いです、うん、でも そっちの水道の方は深くなってるような感じ、うん、じゃあその深いところまではしっかり投げてまあまあ、まあ、この風ですけど、あとはもうおじさん任せてますよ。お願いしますね。頑張りましょうね。じゃあ早速準備していきますか。はい、はい、では準備ができました。まずは私はこのザ・ロックの午後、まあ、結構この磯グレだけじゃなくてチヌも釣れるっていうことなので、まあ、この針の代表的な伊勢山形状のザ・ロックからスタートしてみたいと思います。大津さんは？あ、私はですね、身軽グレの午後です、うん、グレ狙いということで、もうゆっくり落として、あ、ナチュラルにね、ナチュラルに、自然に、うんうん、じゃあ早速やっていきますか。はい、お願いします。お願いします。よし、1投目。雰囲気は抜群ですか？いい感じ。いい感じ。浮きは逆光で見えんけどね。全く見えないですね。こっちのグレは結構しっかり当たりも明確に出る。出る。来た？来てた。え？来たよ。来た。ほん
本当だ。重いけど、なんだろう、なんかすごいカラフルなのがありゃイラですね。イラや。結構複雑ですね、流れがでしょ。餌取る、今初めて取られました。お、まあ、今回深瀬釣りなんでしっかり餌をまいて餌に寄ってきたグレを釣るっていう、そういう釣り方なので、まあ巻き餌を巻きます。しっかり巻く、どんどん魚を寄せていきます。巻き餌巻いたら、その巻き餌をめがけて仕掛けを入れる、巻き餌の中に刺しを入れるっていう感じで同調させて釣っていきます。大津さんどうですか状況。餌取らんね。取らん、うん、ちょっと厳しいね。やべえね釣れんよ釣れんなまあまだ始まったばっかり。そうそう、まだ始まったばっかりだから、ね、反応が良くない。なんかついてる、わあ。ちっちゃちっちゃい痛いだ、ちっちゃい痛い。なんか来た。来た？違うよ。なんか違うぞそれ。なんか違うぞ。同じだよ。来た。あ、一緒や。一緒だよ。なんか入ってきましたね。群れが。グレはいないんですかね。グレ連れてきて、みさきちゃん。おらんよ。いないですね。どこへ行ったんやら。来た。なんだ、タイっぽい。これもタイっぽいけど。あ、なんか違う。お、美味しいやつかもしれない。ほらいいよ、出た、カワハギ。でっかい、いいとこかかってます。実はね、身軽グレに変えたんです。ちょっとこう、まあ、タイが釣れたりとかするってなったら、まあ棚が深いのかなとかで、食いも渋いし軽い針に変えてみようかなっていうので変えたら、まあちょこちょこ当たりが出始めましたね。お土産もっとね、大きいタイだったらいいんですけどね。こんなタイだったら嬉しいけど。あ、来た？違う、これは多分。あ、でもグレに変わったかも。え？あ、違う違う違う、叩いてる叩いてる叩いてる。どっち？ちょっとマシなタイ？あー、叩いてる叩いてる浅いから。何それ、重そう。あー、いかん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 。みさきちゃん、やば。え？やばい、グレだよ。グレ？でかっ、でっかあー、大変大変。でっかー、でかー、やるなー、やったこれ、まるまる。え、それ、口太？口太。うわー、かっこいい。最初、散るかと思ったやるー、まるまる。すごいですね。
おるみたいよ。おるんや。でかいですね。やっぱ遠投やね。あ、さっきのもちょっと距離出した時に当たりましたもんね、うん、なんか手前の方って、うん、マダイのちっちゃいの、ね、多いのかなって感じ。あ、やりました。しっかり飲み込んで かかってますね。やばいですね。ボスやりましたね。ボス鶴見のボスやりましたね。まだ大きいのおるよ。本当？まだ出るよ。自分でも驚いてたじゃないですか。びっくりした。でも、うん、大きい。大きいな。ちょっとじゃあ次は私にも釣らせてもらおうかな。どうぞ。もうだいぶね気が強くなってんのよ。そう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 。もうあとはね、釣ってもらうだけ。浮きが絞るの早いね、結構。早いですか？早い。重りは打ってないでしょ？いや、打ってる。打ってます。6打ってます。6。早い？これ。ちょっと早いかも。あ、本当？うん。外してみようか。これグレや。違うか？グレだと思うんやけど。来た来た。やったやったグレだ。グレだ。大事にすくおうか。ちっちゃいけど一応一匹目やから。かわいい。これがアベレージ本当の。うん、大体。さっきのちょっと大きすぎ。大きすぎ。お腹グレでしたね。ようやく来ました。今ちょうどね、大津さんからちょっとこう沈ませるのが早いんじゃないかっていうアドバイスをいただいて、重りを軽くしてみました。でまた今もそれこそ身軽ぐらいなんですけど、まあ、ゆっくりこう沈めていくっていうのがいいのかな。やりました。やりました。お腹ぐれでしたね。もうとにかくこうゆっくりゆっくり落とすっていうのを意識したら結構浅いかなで出てきました。まあ、さっきのね、大津さんが釣ったのはかなり大きいグレだったんですけど、まあ、このぐらいが平均的なアベレージなサイズかな。次は大きいの釣ります。きた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 。やる、連発じゃないですか。きたきちゃん釣れ出したよ。おお、釣れ出しましたね。うん、まあまあアベレージサイズ。綺麗よね。綺麗、本当に鱗細かくてアベレージサイズか。アベレージって感じするな、うん、こうやって続けて。そうね、同じサイズが釣れたらね。同じようなサイズで連発で当たってきましたね。うん、大津さんもすぐでしたね。これから来たいよ。だいぶグレが寄ってきてんのかもね。まあ、潮が緩くなって釣りやすくなったっていうのもある。そうね、それもある。仕掛けも入れやすくなったし、うん、来たでー。来たー。何？おー、グレー。浅いね。浅い。うん、すごい浅い。すぐ当たってましたもんね。うん、もう水面。水面。巻き入れたら、うん、波紋がフワーンってきてる。え、嘘。今、ほんとほんと。ほんまに。浅いよ。しっかり唇捉えてます。身軽グレの5号です。
たきた。なんだ、ちっちゃいけど。おー、グレだ。ちっちゃいけど、グレですよ。ほい。今はそうですね、ちょっと風がだいぶ朝よりも出てきて、海の状況は悪くはないんですけど、釣りづらくなってきましたね。なかなかこう餌と仕掛けが思うようにいかなかったりとか、ラインが取られたりとか、ちょっと釣りづらいかな。ポイントを移動してきました。ここは何というところですか？ここはですね、鶴見湾内のトギレっていう線になります。おお、トギレ、うん、ちょっとさっきのところは、うん、風がね、そうですね、だいぶ強くなりましたね。ビュービューでしたね。うん、でまあ風を避けてここに移動してきたんですけど、だいぶ帰ってきましたね、港の方に。そうですね、もう湾内も湾内で、うん、本来だったら結構チヌが、うん、そうです、釣れる場所なんですよね。そうですね、どっちかというともう、うん、チヌ釣り場みたいな。本当にどこです。グレはたまに出ます。たまに、たまに出ます。そのぐらい、まあでも、うん、大きいと思うんですよ、かかれば。あ、まあまあのサイズが。そうかそうか、まあ、うん、釣れないことはない。釣れないことはないけど、うん、まあチヌの方が多くなってくるんじゃないのって感じ、まあ、チヌも釣れてグレも釣れれば、もう最高ですね。そうですね、まあ時間もあと少しなんで。そうですね、最後じゃあここで頑張りますか。頑張りましょう。はい、うん、その辺やろうね、美咲ちゃんとこの、うーん、潮がちょうどこっちにこれから切れていくようなね、うんうんうん、すごく釣れそうですけどね。うん、うん、なんだ、なんやろう。なんですか。なんですか。なんですか。だよ。あ、グレっぽくない？おお。しかもいいグレ。グレだった。グレだったよ。ありがとう。いたね。さすが。グレだ。すごい。針もちょうどいいとこかかってますよ。身があるの5ですね。ゆっくりやっぱ落ちながら巻き絵と同調っていうのがいいんだと思います。うん、あの辺あの辺あの辺だった。俺もこう流していって引っ張ってない。家引っ張ってる。ほら、あー来た。すごい。来た、おつさん来た。来た、やった。しかもグレ。お、肩いいよ。あ。イエーイ。イエーイ。身軽、大名張の身軽グレの5号です。いやー、大津先生、すごいですね。言った通り、ちょっとやっぱ。サポーターすごい。ちょうど今ね、あの大津さんがちょっとこうハリスが短いっていうのを指摘してくれて、ちょうど仕掛け変えて1投目です。で、当たりの出方も私が思ってた出方とちょっと違って、かなり繊細、ほんまにこう待っててもダメなんだなっていう、自分で合わせに行かなきゃいけないんだなっていう、なんかようやくそれに気づいたって感じですね。嬉しい。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。来てんじゃないの。ぽいぽいぽいけど、もうちょっと待ってみる。うん、あ、いた。おお、みさきちゃん、あれよ。わかったわかった、分かってきた、だいぶ。
大津先生。いいよ。待った、このかかり方。バッチリ。バッチリや。素晴らしいな。素晴らしいですね。あの当たりの取り方がやっぱり、そのなんて言うんだろう、シュッといかないというか、もぞもぞもぞっていう、やっぱりこういう当たり方するんですね、こっちのグレって。けど、なんだろう、その浅くキープして待つっていうことが何よりも大事なのかなっていう、そんな気はしましたね。その、まあ、浅く待つとかナチュラルにとか、ゆっくりじっくりこう本当に時間をかけて落としていくっていう意味でも、まあ、身軽グレなんかは最高なんじゃないかな、もってこいなんじゃないかなと思いますね。本日使用している針なんですが、まずこちらザ・ロックですね。この針は、まあ、一番の特徴といえばこうタフワイヤーっていう素材を使用してます。でこの素材は今までルアーフィッシングとかルアーの針とかっていうのに使われてた素材なんですけど、まあ、今回初めてこの磯釣りの深瀬釣りの針に搭載されました。で非常に強くて、まあ、絶対に曲がらない、そういう針です。でザ・ロックはあの基本的なこう伊勢山形状っていう形をしてまして、まあ、どんな魚にも対応してくれる、もう磯で釣れる魚、まあ、もちろん今回のグレもそうですし、チヌも釣れる、マダイも釣れるし、あとまあ号数が14号まで結構大きい針もあるので青物なんかも釣れる、まあ、とにかくこういざという時にいつでも使える針っていう感じですね。で次にこちら身軽グレ、今回かなりこの身軽グレにも助けられたんですけれども、あのタフワイヤーを使いながらすごく軽量化に成功した針です。でまあ本当にシビアな時期ですね、食いしぶりの時期だったりとか、その、まあ、ゆっくり落としたい、本当に今日の釣りにはもってこいだったんですけど、まあ、軽い針なのでオキアミと同じ速度でオキアミの重さを邪魔しない、そういう針ですね。ぜひ使ってみてください。沈ませとくわ。あ、ほら、これはグレですね。ちっちゃいけど、はい、うすごく釣れるようになってきた。このノの字っていうかカーブっていうか、それがシューっていきます。当たりやだ、当たり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 、これ。あ、でもめっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる。えい。かかってる。おお、よう引く。よし。グレです。いいグレや。グレっぽいですね、これ。グレっぽい。そんなに大きくないけど、思いっきりしてまで当たりきた。あ、グレじゃない、ちょっとコマシナタイだ。タイ、やっとタイって言えるぐらいかな、これで。今までのはちょっと小さすぎたけど、賑やかになってきましたね。まあまあかな。まあまあ、まあまあっていうことはまあまあありますね。お、かっこいい、かっこいいやん、そういうの。まあアベレージってとこでしょうか。そうですね。来た。お。来た。あ、これちょっといい方かもしれない。やば。釣り方マスターしようやん、もう。
なんかね、もう分かったかな。もう分かった。はい、釣れた。おっさん、もう行けます。私マスターしちゃった。うん、まずいな。マスターしちゃった。よし、お、来たよ。早いな、さすが。大きそうじゃないですか。うん、そうでもない。そうでもない。ダブルヒットじゃん。いいやん。まあまあ、ほら、まあまあいいんじゃない。まあまあ、よし、言い方ね、綺麗なグレー。そんなグレーね、ほんま綺麗。丸々、いいですね。身軽グレーの午後ですね。もうやっぱゆっくり落としていく釣りなんで、やっぱ本当にこの軽い針っていうのが使いやすいです。身軽グレー最高。今日はお疲れ様でした。お疲れさ。まあ天気とかも結構悪くて、最初はどうなることかと思ったんですけど、うん、まあね、実際やってみたら、そうですね、良かったですね。良かったですよね。かなり、まあ、数も釣れましたし、大津さん一個、うん、いい方が出て、でかいの釣りましたね。この鶴見の今回の湾内っていうのは、その日頃の状況からしてもどうですか。やっぱ釣れたっていう感じですか。そうですね、やっぱ枚数も出て、うん、大きいのからちっちゃいのまで幅広く釣れて、うんうんうん、本当ですね。鶴見湾内の底力みたいなのが見えました。もう納得、納得の評価ですか。はい、いや本当に私もね、その鶴見の釣り方っていう、例えばこう軽くとか浅くとか、そういうなんかこう一つ学んだ気がします。うんうん、いや本当に大津さんのおかげで鶴見のグレ釣り楽しむことができました。また鶴見で遊びましょう。はい、はい、お願いします。では今日はありがとうございました。